速稼塾の久保です。昨日ですね、広島市内の方に出かけてきまして、まあ、とあるね、セミナーといいますか、なんといいますかね、プロスピーカーとかね、なんとかそういうタイトルのものに出てきたんですけども、まあすごいですね、壇上でお話になる方っていうのは、トークがすごく上手で、多くの方を引きつけますね。まあ、私もですね、皆さんの胸に届くように、これからもお話をさせていただこうかと思います。昨日はその他にも、お昼ぐらいですかね、私のね、トランザムがちょっとこうエンジンがかからなくなったといいますか、アクセルがね全然動かなくなっちゃって困ったなと思ったんですけども、まあ別の車があったんで、なんとか移動には困らなかったんですけども、これから涼しくなってからね修理をしようかなと思います。はい、で8月の予定の報告です。8月11日もう間もなくですけども、21時からインドネシアのセミナーがございますので、こちらの方100名以上の方がね参加してくださるそうなんで、インドネシアの魅力、株の、ね、チャンス、こういったものをちょっとご覧いただきたいと思います。もうすでに、ね、インドネシアの方に一緒に行ってくださった方とかはもうね株の口座を開いたりとか、もうすでに株を買う権利をね、有していると思いますので、しっかりとそこでチャンスをつかんでいきましょう。かなりすごい利回りになるかなというところもありますし、インドネシアの株式っていうのは今まさにね成長の本当前夜みたいな感じなんで、このタイミングで参入できるのはものすごく、もう本当にね、はっきり言って暗号通貨よりも抜群にいいですよ。株っていう既存のもうなんですかね、伝統的な金融商品っていうのはね、暗号通貨っていうのは最近出てきたものなんで本当難しいし分からないし、悪意を持って人からお金をひったくろうとするような商品も結構ありますんでね、暗号通貨はクワバラクワバラでございます。チャンスはそれなりにあるんでしょうけども、どれがチャンスなのかを見分けることがもうほとんど不可能なんでね、YouTube とかで多分暗号通貨の話をしている詳しそうな人も結局みんな外してると思うんですよ。だから我々が見抜くのは不可能だと思います。暗号通貨じゃなくてブロックチェーンってものがねどういうものなのかってことを理解することに努めて、ブロックチェーンに投資するっていう形で私はいいんじゃないかなと思いますけどもね。はい、8月11日インドネシア株の方でお会いしましょう。そして8月25日はエビナの方で FX ですね、こちらのオフ会がございます。中丸トレーダーもいらっしゃいますんでね、速稼塾プレミアムセカンドというシーズンが始まりますので、前回速稼塾プレミアムに参加できなかった方も今回、セカンドの方でねさらにパワーアップしたセカンドで一緒に、取り組んでいきましょう。そして前回速稼塾プレミアムに参加したんだよという方、速稼塾プレミアムセカンドはですね、なんと前回速稼塾プレミアムに参加されている方は1円以上での参加ができますので、1円以上ね振り込んでいただいて、速稼塾プレミアムセカンドで改めて仕切り直すという形でございます。まあ、私もですね中丸トレーダーから FX を学んで2度1からやり直してます。力がついてもまた1からやると、力がついたと思ってもまた1からやることによって、基礎を、ね、しっかり固めていくってことですよね。 FX が固まるとね本当に投資は楽ですよ。余計なものに手を出さなくて済みますし、しっかりとやれることだけやれますんで、で FX の力をつけてないと、まああっちの商品、こっちの商品、こっちの暗号通貨、あっちの情報商材とかってね本当に渡り歩いちゃうんですよ。用心だと思います。一つね、一つ自分の力で稼げるものを一個作っていきましょう。特に投資系のなんかね腕を磨こうと思ったら、まずは FX がちゃんとできることが大事です。今回の放送は以上です。それでは皆さん、8月11日そして25日よろしくお願いします。